孫悟は太子寺を中心に結束し呪詛講を守り切った。その後も呉と魏は激しい戦いを繰り返す。やがて太子寺は魏の合肥攻めに参加。だが名将張良の守りを崩せず、戦は膠着状態となった。この状況を打破すべく歴戦の猛者が最前線に立つ。太子市議生涯最大の戦いが始まろうとしていた。にお頼みします。よし、一挙やるか。この心躍る様、孫作殿との一騎打ち以来よ。この太子市議の全てをかけ